心を写真で表現したい。同じコンテストでそれぞれ金賞を受賞したカメラマンご夫妻をご紹介します。グッドラックストーリー。滝沢市でフォトスタジオハートグラフを経営する佐々木文則さん、光さんご夫妻は、昨年開催された写真コンテストで揃って金賞を受賞。文則さんは世界的にも受賞歴がある中、2人揃って確かな技術と新しい挑戦が認められたのです。一言、嬉しいっていうことがまず第一にあるんですけど、婚礼部門と創作の自由作品部門っていう、私たちが結構力を入れてここ数年取り組んできた部門だったので、2部門で金賞がいただけたっていうのはすごいやってよかったなっていう感じです。はい、単純に嬉しかったですし、お互い表には出さないですけど負けず嫌いな部分を持ってるし、バランス良かったなぁなんて思いながら嬉しかったですね。盛岡市出身の文則さんは、高校卒業後東京の大手写真館に入社し、フリーカメラマンの光さんと出会い結婚。10年前岩手で子育てがしたいと U ターンし、フォトスタジオを開業しました。写真に触れること自体はかなり一般的というかなってきたと思うんですけど、その中でどの時代の節目もこう収めていけるっていうのが写真館の役割かなって思ってるので、はい、写真館は一瞬の出来事を一生の宝物にしてくれる場所でありたいと佐々木さんご夫妻は考えています。私たちが撮ってる最近のテーマとしては、家にこう絵を飾るみたいな感じで家族写真を飾ってほしいなっていう、こうリビングとか玄関に堂々とこう飾って、お客さん来た時に素敵ってちょっと自慢できるような家族写真が飾れたらいいなっていうふうに思ってます。年齢とともに自分の限界を最近ちょっと感じることがあって、でもなんか光さんに撮ってほしいっていうお客様もたくさんいてくださってるので、そこは自分らしくやっていきたいなっていうのがあります。今の目標としては、10年間撮り続けてきたお客さんを成人式とか結婚式の撮影まで撮り続けられたら素敵だなっていうふうに自分の中では思っています。心を描く最高の一枚を求め、これからも撮り続けます。写真館の概念を超えていく、グッドラック。感謝を忘れず、日頃から丁寧な行動と思いやりの心で接するよう心がけています。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。